千葉のエビネケイタ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近況青森輸出、そして前回千葉記念、まあ、ちょっと振り返ってみていかがでしたでしょうか。はい、ちょっと青森でかい数字叩いちゃったんですけど、まあ、千葉記念もちょっと決勝乗れなくてすごい悔しい思いしましたね。はい、近況の体の状態、調子はいかがでしょうか。調子自体はそんなに悪くないと思うんですけど、やっぱちょっと結果が出てないんで、まあ、その辺こだわっていきたいですね。はい、近況は自力バンデとちょっとこう位置が毎回変わるような現状ですが、そこら辺はいかがでしょうか。まあ、ちょっとやりづらいところはあるんですけど、まあ何でもできるようになりたいんで、まあ、その辺はもう一戦一戦勉強だと思って頑張ります。はい、なんか地区プロの競輪では優勝したと聞きましたが。そうですね、石井くんが、いい仕掛けしてくれて、まあ、最後かわすことができて、はい、よかったです。取手は去年優勝もしていますが、個人的に相性とかはいかがですか。そうですね、まあ、家からも近いんですごいなんか走りやすいし、なんか優勝もしたことあるんで、はい、相性はいいと思います。はい、それでは最後にファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、また一戦一戦頑張って優勝目指して頑張ります。応援の方よろしくお願いします。